さ、親子で農業。はーい、こんにちは。さあさあ、前回トウモロコシがね、唯一頑張っておりますトウモロコシの芽、はい、それを間引きして、でもなんか心配から移植したんですよね。それどうなってるか楽しみでございます。1週間ぶりです。そしてあの人参がどうなってるか、ね、あとはもうちょっと全滅だったんで、また種まきはもうちょっと涼しくなってからということでいいですか、レモンちゃん。了解。はい。トウモロコシそろそろやらな。で、トウモロコシだから、いや、やらんだ。トウモロコシはもう生えてるし大丈夫やろ。え、トウモロコシはだって、あ、でももし今日行ってて枯れてた場合はやばいな。だから、うん、もう片方の畝。ああ、そこもゆうかさんトウモロコシですか。いや、まだ決めてないですけど。まあ、ちょっとだけ、あの、休憩ゾーン作ったから、うん、トウモロコシのところね、一つ。なるほど。そしたらまあそれも含めて、季節的にトウモロコシは無理かもしれないから、うん、なるほど、冬にね、ね、できそうなやつにしましょう。とにかく大根、ほうれん草、ブロッコリーあたりリベンジも含めて種まきは次回で、本日は水やりと、だから、うん、種まきの時、うん、一応ブロッコリーないやから、ないでいくの。うん、あ、もうその作戦変更、種は諦めた。種ってめちゃむずいみたいで。あ、そうなんや。ブロッコリーって大体さ、うん、苗でやるらしいで。あ、そうな。そう、もうちょっともう一回、でもタカちゃん挑戦したいんで。でもあそこはでも あなたたちのあれやから苗ですか。苗ですね。わかりました。そしたらまあとりあえずトウモロコシの状況を見に行きましょうか。了解。はい、来ました来ました。おー、トウモロコシ、おー、これすごいすごいすごい、これむっちゃ大きくなってるやん。で、移植したとこどこでしたっけ。移植したとここっちやな。こっちが移植ゾーン。こっち、あ、これ移植成功。移植成功。移植失敗。あ、これそれ確か不安なやつやって、あ、ちょっと失敗してる。これとこれちょっと失敗でしたね。この列のここ2個移植、これ成功ですね。これ一応まだ生きてる。ちょっと葉っぱがもう枯れてきてるけど、なんとか今日水あげて、なんとかいけそうやね、これね。ね、ちょっと草引きしながら、お話を伺いたいと思いますが、一週間ぶりですけども、いや、もう、僕もしかしたら、トウモロコシすらも全滅してるかなと思ってたんですが、うん、植物の生命力、やっぱ強いですね。うん、よかった。ほんで、ちょっと今日しっかりほったら水あげて、ね、まだちょっと暑い時期続きますので、そしてちょっと、あの、植物もそうやけど、やっぱり雑草の生命力、凄まじいね。草抜きしてね。草抜きして、水やりして、あともう一個人参の芽の状態ちょっと観察して、了解、帰りますか。あとあれは、あのブロッコリー、ほうれん草、大根、奇跡の発芽ないですか。まだ言ってんの。まだ言ってる。一応チラッと見ていくわ。なんか水やりいいですね。なんか植物が喜んでるような感じがする。これこの2つすごい。これちょっと期待大ですね。まあそこもね、そのままどんどん育ってほしいし、ここの移植組なんとか頑張ってほしいな。人参の畝なんとか頑張っております。これはい、順調に発芽しているところと、もう枯れてしまった部分とありますけども、なんとかね。おお、じょうろの水やり、水やり。アイラムちゃん、ちょっと浸透してるかチェックして。ちょっともうちょっとさ、人参の芽から離れたとこ。え、いいよ、なんてこんなちっちゃいの。これの貴重な人参なんですから。塩しか出てはんねんもん。はい、レモンちゃんが人参の芽に水をあげてくれました。頑張ってくれ。最後ね、草引き雑草抜き終わりました。これドーンと、はい、これでそこ捨て場やね、出すん。はい、というわけで本日は、成長ね、確認ですが、どうでしたか。うん、まずトウモロコシは、うん、一つめっちゃ育ってるのあるやん。うん、いやいや。人参もなんとか頑張ってて、うん、あと他は全部植え直しということですね。でもなんか植物の生命力感じましたね。ちょっとほとんどさ、いけへんやん。結構水やりも1週間ぶりだったでしょ。でね、いいやから、こうやってるのは生命力。
感じましたね。